まあ、この島で幽霊を見たっていう人がものすごい多いみたいですね。あーやばい、飛び込みたい、めちゃめちゃ飛び込みたい。人は飛び込んでる影みたいなのが見えるっていう噂もあるんで、なんか耳元で囁かれてるような気がするんですけど、しかも今死ねって言われなかった？あの、死ぬほど怖いわ、やばいわ。消えた次の瞬間になんかが出てきそうっていうか、マジでなんか黒いものが立ってた気がするんだけど、あの岩の上に。ちょっと待って、誰か立ってなかった？俺の後ろ。こんにちは、のめでーす。日本一周心霊スポットの旅、東北編10日目ということで、現在地は山形県の鶴岡市です。このチャンネルではバイクで日本一周しながら全国の心霊スポット回ってます。はい、ということで海沿いを走ってます。めちゃめちゃ綺麗。いやー、それにしても晴れてよかったなんですけど、予報だとまた夜雨なんですよね。マジでどうなってんの？ずーっと雨なんですけど。ちなみに出発前に確認した時は全部晴れ予報だったぜ。まあということで、今日行く心霊スポットが山形県の鶴岡市にある心霊スポットの白山島です。まあ、ここは無人島なんですけど、まあ、海岸から近いんで、あの橋で、まあ、簡単に行けるようなちっちゃい島なんですけど、で、まあ、島の周りは崖になってるらしくて、まあ、そこから飛び降りて亡くなられる方が多いっていうことで、まあ、夜行くと島に通じる橋を渡ってると海から手が出てくるとか、まあ、誰もいないはずなのにその崖から飛び降りてる黒い影が見えたりとか、まあ、あとは島内には神社もあって、まあ、石段とかもあるんですけど、まあ、そこで座っている女性の幽霊を見たとか、まあ、とにかく、まあ、この島で幽霊を見たっていう人がものすごい多いみたいですね。と、まあそんな場所なので、ここも心霊現象は期待できるんじゃないでしょうか。まあ、ということで、まずは明るいうちに白山島の神社に行って神様に挨拶していきたいと思います。今日も近いっていうか、もう着きました。あれや、あー、すげー、 あれですね。よし、とりあえず行ってみましょう。ってか、まあ、お島みたいな感じですね、本当に。これがその橋だ。よし、そしたらちょっと行ってみます。てか、橋の上車通れるんですね。白山、ああ綺麗ですね、海透き通ってる。八乙女の像だって、すっげえでっけえ怒り、でっかでっか。海洋人工とポセイドンの実験に使用された、でかー、ポセイドンってかっこいいですね。なんかなんかエルメスみたいな鎖ですね。鳥居ですね、白山神社。お邪魔します。はあ、風が気持ちいい。橋を夜渡ってると、この海の中から手が伸びてくると。引きずり込まれるとか書いてなかったんでね、手が出てくるだけならまあいいでしょう。いや、すれ違えるか、これギリだぞ。はい、どうぞ。はい、すいません。本当に綺麗だな、水、そこがちゃんと見える。飛び込みて水着持ってきたんですよね。ちょっと海入ろうかな。海入ってるやつなんか一人もいないか。よく見ると流れめっちゃ激しいな。これ釣り堀だって、いやー、やばい、飛び込みたい、めちゃめちゃ飛び込みたい。なんでだろう、なんだこの気持ち、なんか誘われてるんすかね。お邪魔します、失礼します。石碑がある、なんか古代文字みたいな字ですね。あっち、また鳥居。お邪魔します。
なんか死霊が、なんだろう、なんか立体的な死霊。この上ですね。やべえぞこの階段。死ぬほどシャドウがきついんですけど。お。12時。なんかライン来てる。投資研究グループ。皆さんこのグループへの参加を歓迎します。日本経済は大きな困難に直面しています。私たちプロの投資家としてお手伝いする使命があります。死ねってきてる。結構来るんですよねこれ。こういうのちょっとグループ名変更しといてあげましょう。投資詐欺グループできた。これでバッチリですね。270階段。270段あるってことかな。日夜お邪魔します。シャドウが半端じゃないですね。落ちたら死ぬぞ。まあ一昨日行ったね羽黒山は2400段でしたからね、10分の1ですよ。これはきついわ。あー見えてきた見えてきた。疲れた。着いた。こんにちは。マジで疲れた。ああいい眺め。あんま見えないけど。何このめっちゃ怖い狛犬がいる。狛犬っていうかなんかベビーゴジラみたいなあれだな。松ぼっくりいっぱい。こんにちは。お賽銭これか。今日夜また来させていただきます。よろしくお願いします。よし、ありがとうございました。失礼します。そしたらね、詳しい島の中の探索は夜にして一旦戻ります。ふぅ、ちょっと地けそうだな。これ落ちたらやばいな。滑らないよね。よし、ほらめっちゃ綺麗、透き通ってるもん。あ、全然冷たくないわ。ぬるい。マジで泳げるな。やべ、立ちくらみした。やばいやばい。耐えろ耐えろ。人がいた。一人ではしゃいでる変質者と思われたの。あ、かいやかい。そしたらね、鶴岡駅っていうところにホテルを取ったんで、そこに向かいたいと思います。鶴岡駅の近くまで来ました。あー、もう目の前駅だ。あー、山形で初めてちゃんと駅前に来ましたね。山形では結構栄えてる方らしいですね、この辺は。やっぱ駅前はあれですね、閑散としてますね。もうまだ投資詐欺グループが盛り上がってるよ。誰もタイトルを変更しないまま、このようなグループ共有は本当に素晴らしいです。着いたー。これですね、ホテルルートイン鶴岡。おー、でっけー。まあまだねチェックインの時間じゃないんで、全然とりあえずバイク置いて荷物預けて飯食い行きます。あった。緑食堂。結構混んでますね。空いてるかな。人気店らしいっすね。
あー綺麗ですね。おー都会だ。これで8500円ですね。風呂場でルートインなので大浴場付きです。疲れた。したら風呂入って夜になるのを待ちたいと思います。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。いやーよかった、やんでくれた。まあ降ってるけど本当小雨ですね。まあ、さっきまでね土砂降りだったんでほんと止んでくれてよかった。なんかねもうあまりに体中が痛かったんでマッサージ受けてきました。やっぱ全然違いますね。体が軽い凄腕の人だったのかな。もう白山島ね結構釣り人も来るみたいなんですよね。夜も釣り人いるのかな。もうちょいで着くんですけど結構霧が出てきましたね。そしてそこそこ雨が降ってる。やっぱり走ってると結構濡れますね。カッパ着てくればよかった。そんで海沿いまで来ました。あのライト多分橋のライトか。ライトつけてくれるんですね。てかもう街灯いっぱいだこの辺。着きました。おーおーおお、結構不気味ですね。来たら用意します。はい、ということで準備が来たら向かいます。うわーすっげー迫力。うわー大量のフラムシだ。めっちゃいるやん。登ろうと思ったのに死ぬほどいるぞフラムシ。うわーてか霧がすごい。ちょっと待って。よいしょよいしょ。うわ結構高いな。怖い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 。結構風も吹いてきた。でもなんか幻想的ですね。さすがに降りれないな。よいしょ。到着しました。白山島の入り口です。そしたら入っていきます。お邪魔しまーす。うわすごいなんか現実感のない道。なんだろう、なんか自分がここにいる感じがしない。なんか夢の中みたいな感じ。あーすごい潮の香り。波めちゃめちゃ立ってますね。そういえばすごいっすよこの波。見えるかな。超荒れてる。あーなんか浮いてる。びっくりした。そう白い手がね橋を渡ってると海から出てくるっていうことなんで、あれはビニール袋だね。あー飛び込みたい。すごい飛び込みたい。あーフグフグフグ。あ行っちゃった。ほんと綺麗。なんかガラス細工みたいな感じですね夜見ると。風はめっちゃ生暖かい。結構強い風が吹いてるんですけどそんな寒くないな。ふう白い手は出てこないですね。女の人の声したな。うわーすげー迫力。こっからが島ですね。お邪魔します。夜遅くにごめんなさい。失礼します。こっちは行けないんだな。釣り堀エリアなのかな。あ、落石により通行規制中だって。行けないんだ。なるほど、まあ、ちょっと行けるところまで行ってみましょう。マジか。じゃあぐるっと回れないんだ。
へえ、ショックだな。なんかこの鳥居の迫力がすごい、夜見ると。お邪魔いたします。失礼します。なんか人いそうで怖いな。いないよね。こっちなんだろう。てかあれなんだろう、人じゃないよね。なんか立ってるの。貝塚追走。なるほど。なんか詩が書かれてましたね。でこっち側は昼間行ってないんですけど、神社の手前ですね。これはトイレ。でこっちは殉職者の日ですね。慰霊碑です。慰霊碑建立の趣旨。なるほど。戦時中に2000名近くの方がこの海で亡くなって、で慰霊碑を建てたんですね。こんばんは。夜遅くにすいません。少しだけ回らせていただきます。鎮魂慰霊碑。なるほど。あ、お賽銭入れる場所あるな。でね、この慰霊碑を触ると幽霊に取り憑かれるみたいな、そういう噂もあるみたいですね。ちょっと取り憑かれたくはないんですけど、すいません、ちょっとだけ触らせていただきます。すいません、よかったら姿を見せてもらえませんか。すいませんでした。お邪魔しました。失礼します。こっちなんだろうな。あー、そっか。これ反対側まで来れてんだ、こっから。うわ、すげー。大迫力ですね。あー。ちょっと待って、すごいな、ほんとすごいな、迫力が。で、こっち橋の方に歩いていくと、さっきのあれだ、通行止めのトンネルのところまで行けるんですね、多分。あ、ほら。へえ。こっちから普通に来れますね。通行止めになってないじゃんな。なるほど。まあ本当5メーターぐらいのトンネルですね。あ、ほら、鳥かな、鳥の鳴き声かな。すっごいですね、崖が。崖っていうか崖、すごい。
巨大な岩ですかねこれ。てか多分飛び降りるならこういうところからってことですよね多分。上まで登れそうですねこれ。やばいやばいやばい、波やばい。おー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 、あーで、なんか人が飛び込んでる影みたいなのが見えるっていう噂もあるんで、その想像してたような断崖絶壁の島ってわけじゃないですね。まあ、だって海までこんな近いしね。この芝の中央がボコって岩で盛り上がってるんだもん。なんかこの島ね、3000万年前の火山の噴火でできた島らしいですね。3000万年前っていつ？確かにこういう岩とかもなんか火山岩みたいな。よいしょ。うわー、夜の岩は怖いな。あーなるほど、こっから通行禁止なんだ。白山遊歩道の利用、この先落石の危険性が高いため遊歩道の通行禁止します。もう本当に草で道が埋まっちゃってますね。多分飛び込むならこの先からかな多分。ちょっと待って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 、今照らしたこの先マジでなんか黒いものが立ってた気がするんだけど、あの岩の上に。ここ上がれるね。よいしょ、この岩の上。当たり前ですけど何もないですよね。この辺この先通り抜けできませんだって。通り抜けできないようなせんってだけで通行止めじゃないね。ちょっと行ってみよう。びっくりした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 、カラーコーンだった。あそこが神社なんだ。あ、最初の道まで戻ってきました。電気ついた。センサーライトなのかな。人がいるわけじゃないよねきっと。びっくりした。ここ昼間行った神社ですね。神社は最後に行くか。外から見ると結構ちっちゃい島だと思ったけど、歩くと意外とでかいですね。こっちも反対側も岩場が続いてますね。続いてるけど、その飛び込めるような岩場ではないですね。あ、
こっから岩場の方に行けるわ。ちょっと行ってみましょうか。よいしょ。何もない。あ、なんか電子音みたいな。あー、結構すぐ通行禁止になっちゃうんだ。あー、この辺はすごい岩場が、岩っていうか崖ですね、もう。へー、すげー。あ、猫だ。めっちゃ可愛いな。子猫かな。ちっちゃいな。で、岩場がこんな感じですね。うーみたいな聞こえたけど。したら神社の方まで戻りましょう。ん？やっぱなんか、なんか耳元で囁かれてるような気がするんですけど。しかも今死ねって言われなかった。誰かいますか？誰かいたら出てきてもらっていいですか。鳥肌が止まらないな。よし、で最後神社ですね、登っていきます。で、まあここの石段で幽霊が見たっていう報告が多いみたいですね。お邪魔します。夜遅くにすいません。失礼します。うわー、もう船虫だらけだ。船虫大丈夫、張ってこないよね俺に。すごい量だぞマジで。踏んだらごめんね。うわ、ちょっと待って、階段の先見えねえんだけど。これ伝わるかな、この角度。半端じゃない急ですね。うっ、ちょっと危ねえ危ねえ。怖怖怖。俺滑ったらマジで死ぬぞ。リュックが重くて、なんか後ろにすげえ引っ張られてるんですよね。そもそもリュックこんな重かったっけ。ああ、見えてきました、神社です。あ、ライトがついてる。こんばんは、また来ました。昼間来たものです。何度もすいません。なになになに、やばいやばい、なんかずっとチカチカしてる。これさ、セコムとかじゃないよね。そうだね、チカチカがめっちゃ怖いんですけど。
じゃあ一回ライトなしでちょっとお賽銭を入れに行きたいと思います。あ、怖っ。めっちゃ怖いな。すいません、ちょっとこれはやばい。すいません、お賽銭入れます、お賽銭入れます。夜遅くにすいません。もう少しだけ、もう少しだけさせてください。っていうか、このさ、ライトが、あの、死ぬほど怖いわ、やばいわ。ちょっと待って、この消えた次の瞬間に何かが出てきそうっていうか。赤外線カメラを置いてちょっとだけ暗闇にしてみます。あ、ちょっと待って、今頭なんか触んなかった。頭の上、ちょっと待って、なんか葉っぱが落ちてきたのかな、虫かな。まあいいや、ちょっとじゃあ消します。ここならセンサー反応しないね。あ、やばいな。やばいな、めっちゃ怖いな。ああ、びっくりした。猫ですね、猫。はあ、びっくりした。マジビビった。したら暗闇でスピリットボックス使ってみますか。初めての試み。こんばんは。夜遅くに本当にすいません。少しだけお話できますか。女性の方ですか。びっくりした、びっくりした。ちょっと、すいません、ありがとうございます、失礼します。あ、ちょっと待って、今赤外線カメラに誰か立ってなかった、俺の後ろ。狛犬か、狛犬か、人みたいな立ってた気がしたんだけど気のせいか。おお、びっくりした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 。おしまい、定点おしまい、スピードボックスもおしまい。そしたら最後に何枚か写真だけ撮って帰りましょう。まあよかったら写ってください。帰ります。本当すいません、どうもありがとうございました。失礼しました。これに本当に集中して降りないと、上りより怖いな。ザザザって言っちゃいそう。お邪魔しました、ありがとうございました。すいません、ちょっと写真撮らせてください。うんって、うんって、え、よかったらじゃあ一緒に写ってください。もうちょいバックで。うん、わかんない、なんかカエルの鳴き声とかかな。写真撮らせてくださいって言ったら耳元でうんって聞こえたんだけど。やばいやばい、めっちゃ雨降ってきた。なんでなんでなんで、ちょっと待って、あ、ちょっとしなかった。
すいません、夜遅くにどうもありがとうございました。失礼します。お邪魔しました。あ、ハミやんだな。何だったんだろう。さっきのあの一瞬だけ雨がバーって降ってきたけど、なんかの合図だったんですかね。なんか耳元でやっぱさっきから声聞こえる気がするんですけど、気のせいかな。お邪魔しました。ありがとうございました。ほら、またなんか聞こえなかった。ありがとうございました。っていうか、いつの間にか街灯消えてんな。12時過ぎると消えるのかな。おっ、あー、切れた切れた、電気消えちゃったよ。おい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 、よいしょ。お邪魔しました。失礼します。ただいま。よし、帰りましょう。おー、結構濡れてんな。雨降ったんだね。やっぱめっちゃ濡れてんな。そんな降った？あっちだと一瞬だったけどな。まあいいや、帰りましょう。はい、ということで白山島でした。あれ、そんな名前だっけ。いや、なんか神秘的な場所でしたね。鳥居もいっぱいあって、まあ、雰囲気は本当に大島に似てましたね。まあここの怖さで言うと全然怖くはなかったですね。霊的な怖さみたいなのはなかったです。まあでもちょいちょい声みたいなのが聞こえた気がしたんすよね。まあ、あとさすがに神社のあの上はちょっと怖かったですね。気配みたいなのはなかったですけど、まあという感じでまだまだ日本一周続けていきますので、よかったらチャンネル登録してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。